ちょっとで11時になるんで、まあこれ終わったらそうですね、ちょっと休憩して、まあのんびり過ごしたいかなと思うんで、そうですね、一旦これが、まあ最後の今日の終わりかな。ハートに着信、雪のメール、神秘の力身にまとい、窓めく夜へ羽ばたいてゆけ、ロンリーボーイ、ロンリーが信じて、ないなるものに魔力は宿る、マジジルマジジロマジジマジマジカミララミラクルマジカルフォースマジジルマジンガマジジルママジジンガ、呪文は闇の扉を叩く、魔法戦隊マジレンジャー、あれ、ここらか、あ、失敗した、うまい、あの悪い字、全然コインが取れねえや、被弾してねえのに、あれ、この人俺まだ被弾してねえよな単純に下手なだけかあぶねえ、まあ本当はまだ上がるの早いけど、ちょっといっちゃう、うわ何が取った、ミドルコロか、あ、終わった、またRボタンが壊れ始めて。あぶねえ、当たったんだけど。すげえ、当たって着地ってできるんだ、初めて知った俺。あぶねえ、そのミドルコラ。ゴリしていくしかねえ。何に当たったの、マジ今何に当たったのって言えば何に当たったか分かんねえ、この試合。さ、俺自身何に当たったか分かんねえけどさ、なんでそんな緑コーラ当たってくれ、うまくね、俺こんな緑コーラうまかったっけ、あ、終わった、ふふ、まあしょうがねえ、下手なもんは下手、以上諦め早くてよかった、お、待てよ、俺選んだか、選んでないか分かった、うんうんうん、了解了解、そういうことね、あるのさえ分かればいいや、わあ嫌いなコースだ、今日はでもまだ1回も 200cc 引いてねえのか、そろそろ悪鼻か花ちゃんバギーの訓練しないとダメそうだな、
一個はボケても欲しかったな。やべ、ごつんごした。まあ一回後ろに下がる分にはいっか。あのなんだっけ、モトみたいなやつがちょっと後ろすぎるんだよね。あれちょっと、あ、やべ失敗した。そこのスリップスリーも危ねえからいらねえんだよ。あの赤コーラ後ろ来そうで怖いな。うえ、何が来た？俺か？じゃあどっちから来て、後ろから前か。全然わかんなかった。7位でキラーってちょっと異次元すぎねえか？あ、でも確かにデイジー早いのか。なんか地味ないらねえ。その3高いいらねえ、あれ。メルゼナとフリーダム。なんかのガンダムの機体ですかね。昔なんか俺 PSP の時かな、少しガンダムやってたけど。やべ、前が見えなかった。終わった、アイテム取り損ねた。やーべー、アイテム取れてねえの一番痛ぇ。、まあ、ダブルアイテムにやってくれればよかった。まあ、もう一発サンダーにかけるか。危ねえ。キノコ。嘘でしょ。危ねえ。オッケー。よし、2位ならいいでしょ、全然。この苦手コースで2位は、うん、成長成長。どこが成長かわかんないけど。全部苦手だな。昼飯どうしようかな、なんか考えよう。輝いているものは何だろう、ドキドキ金融の列車に乗って確かめに行こう。走れ俺たちの行く末、誰に乗り遅れに、ガタゴと夢を乗せ風進む、どこまでも指差し確認、あちこちどちら知らず振り続け、イマジネーション、トンネル抜けたら明日に向けてノンスト。何に当たった？今マジで何に当たった？さすが海外ベア、ラグがひどすぎんな。今は俺何にも当たった記憶ねえんだけど、何だったんだろう。あれ落ちる。ハラハラ経由の列車乗り継ぎ、確かめに行こう。最速ゲー俺たちのエクスウェイ、ドンマイウェイ乗り過ごしに、宇宙に合ったごと光る目に映る景色にな、エキサイティング案内標識、未来行きはどっちだ、知らない場所もへっちゃらイマジネーション、乗り換えるたびに近づくデスティネーション、列車旋回発車本来特急じゃ、やべ、いやその下無理だろ。よいしょ、ちょっとダート感じゃったけど、やべ、ミドルコール後ろ行った、大丈夫か。
5位か。あのスターいいの、美味しいな。ちょっと邪魔だから。あれ、あいつスターほじってたの。あいつスターほじってるせいでめちゃくちゃキラーに当たって、あ、失敗した。調子ぼっこいしたら失敗した。やべ、赤コロ持ってる。めちゃくちゃなんかあそこで潰れてていいじゃん、赤コロ持ってるんだけど俺だよな、やっぱり。それはしょうがねえ。これで負け格が決まったな。連打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 。うわー、アイテムがゴミすぎる。これは落ちるしかねえよ。まだ加速して目指す夢はそうさ。無限大指差し確認、あっちこっちどっちだ、君の駅までに。ゲップ出た。トンネル抜けたら明日に向けてノンストップ列車全体発車、ホライトの救助。ちょ、何周目始まったばっか。いや違う、あ、ゴールのところか。じゃあちょっと待つか。面白いと見つけたわ。まあ5本キロなんだけどね。月曜日はうんじゃらげ、火曜日ははんじゃらげ、水曜日はすいすいすい、木曜日はもりもり、金曜日はキンキラキ、土曜日はギンギラギンのギンギラギンのギンギラギンのギン、日曜日はランラランラランラ、うんじゃらげのはんじゃらげ、すいすいすいのもりもり、キンキラキンのギンギラギン、ランラランラランで一週間。ここもちゃんと昔のやつも人の名前だったんだ。誰のかわかんないけど。すいすいすい、まもりもり、うん、キンキラキン、ギンギラギンのギンギラギンのギンギラギンのギン、ランラランラランラ、ハンジャラゲのハンジャラゲ、スイスイスイのモリモリ、キンキラキンのギンギラギン、ランラランラランで一週間。やべえ、あいつ前に文句持ってる。くそー、どうなるあれ。行くしかない、一個でいいや。前のやつがどっか持ってたのがどっか消えたんだよな。あれ何だった、バナナか、多分。やべ、あれバナナ全部取られたんだけど。モリモリ、キンキラキン、ギンギラギンのギンギラギンのギンギラギンのギン、ランラランラランラ、ウンジャラゲのハンジャラゲ、スイスイスイのモリモリ、キンキラキンのギンギラギン、ランラランラランで一週間。ウンジャラ、あ、これもう一回ないんだ。やべ、失敗した、危ねえ。うわ、くそ、マンションにダメ。あ、それ赤さんか、あれはあれで。木野さんか、全然何か分かんなかった。うわ、びっくりした。あ、それはうまいわ。てか、あいつ、サンドバイしてたんだ。俺、回復するのさ、めちゃくちゃ2位とか遅いんだよね。終わったー。アイテムがシャバすぎるー。どうしようかな、もう一回マリカやろうかな、せっかく日本人部屋入れたし。やべ、青コラ来た、俺引かれる、やっぱりさ。いやー、これ負けたな。スタートなんか出ない限り終わりなんだけど。いや、どっちみち無理だな。そうですね、どっちみち6位か。まあ6位だったら、うん、そうですね、6位だったらまだいい方か。
じゃあ一旦動画切り替えてもう一回いきましょうか。いや15分の尺だからどうしようかな。それ部屋コースで変えるか。まあとりあえずじゃあ一回動画切りましょうかね。